すればいいのにマウンドに行くとコーナー狙ってしまってねボールが多くなるんだと。さあ注目のピッチャーでしょう。今150キロ出ましたね。バッターは1番の今日大151そうでしたか、これはなかなか打てそうもありませんね。あ、155キロ、まあ、あんまり難しいサインいらないでしょうと思いますけどもね、早い早い。しかし止まってくれば本当にいいピッチャーになると思いますね。そうでしょうね、2-3 ラストボール。あ、やはりあれですね、振りますね、そうでしょうね、まあ、でも基本的にもこのピッチャーに対してはまっすぐですね。さあ打球は左中間、レフトが追いつきそうです。レフトフライのセカンドゴロ153。でもあれですね、あの石山監督もこういうスピードのあるピッチャーを育てるのは育てがいがあると思いますね。そうでしょうね、どれだけストライクを先行させるかね。そうですね、えい、さあ振り遅れ、サードのファールフライですが、シングルハンドキャッチ、スリーアウトチェンジ、ランナーが一塁に残塁、あ、二塁に残塁と終わりました。